ガクトさん、こんばんは。アメリカ・オハイオ州在住のシルコと申します。以前私の弟が九州から東京方面の専門学校へ行くことになった時のことです。姉として素敵な方法で送り出したいと思い、殺人と麻薬できちゃった結婚以外は許す。いろいろ経験して男になってきなさいね。と言って、コンドーム一箱を渡して送り出しました。 私としては、ふらチでいい感じに送り出したと思っていたのですが、周りには、普通お姉さんがそんなことしないよと笑われました。その後、弟が帰京し、しばらくしてから、あなたの約束を破ってできちゃった結婚した弟は、今自分の人生の流れを変えるべく、子供二人は育てながら、国務奮闘中です。うん。素敵です。あの、今の日本の文化には、お母さんが、まあ、親が、 子供にこんなもん渡すとか、ね、そういう習慣全くないでしょダメだよね。だってね。なんでだろうね。やり方を知らなくても、好きな人とだ、こうなんか、キスをしてるうちに、いつの間にかしちゃってる時ってあるじゃない。で、こう別にさ、しようと思ってコンドもん買いに行く人っていないでしょ初めての人で,で。絶対にね、親が、 まだ早いとは思うけれども、もし万が一することになったら、必ずこれは使いなさいねって言って、使い方、教えるべき。これは日本に足らない文化だよね。しちゃいけないしちゃいけないって言えば言うほど、一体どんなもんなんだろうって興味が湧くもんね。あの、昔、すごいピアノの先生がいて、 子供がピアノの練習をしないんですけどどうしたらいいですかっていう質問にあのピアノの蓋に鍵をかけてくださいっていう答えだったんだよなそうすると子供はピアノの蓋が開かないから一生懸命開けようとするんだよなけどそれは許さないでそのうち一生懸命開けようとして何とかして開けようとして鍵を壊したりするんだってでそれでその蓋を開けてピアノに触った人は本当にピアノが上達する人になる それやっちゃいけない、やっちゃいけないって言うからやりたくなるってことなんだけど、それと同じじゃないもう学校の先生や親が絶対しちゃいけない、しちゃいけないって言うと、もう気がついたら、入ってたみたいなさ。あるかもしれない。いや、真面目な話なんだよ、これって。